はい、皆さんこんにちは。ワンダリングルフィッシュです。今回は This is the Police の続き94日目をプレイしていきたいと思います。では早速プレイの方を始めていきましょう。新聞のチェックからですね、通報のほとんどは勘違いと、地雷撤去作業員がコメント。チェス名人アラン・ボン公演で20ゲーム連続プレイ。どうなんだろう、これがそんなにトップを飾るようなニュースなんでしょうかね。で、最後、新しいネプチューンズをビーチに設置予定ということになっています。で、最後に、いつもちょっとよくわからないんですが、一応ちゃんとこのメモを見ておきましょう。はい、郷に入れば郷に従えと。では仕事に行きます。疲れすぎてフラフラドラッタウェイ、まあこれはね、休んでもらいましょう。息子がマンター問題を起こしたため学校に呼び出されました。ゴーティンの息子は問題児なんだな。ではこれで行きましょう。警官の数が揃ってればどうにでもなりますからね。では今日も元気に出勤していきます。で、マフィアの取り分、これはヘロインね。ヘロインはやっぱり高く売れるね、すごく。金になりますね。爆破予告。フードをかぶり、ひげを生やした男がオフィスに自転車でやってきた。そして周りを不安そうに見渡してからロビーへと入った。静かに黒いバッグを柱の後ろに下ろすと、そのまま姿を消してしまった。警備員がそのひげの男を追っかけようとしたが、通りが混雑していたため見失ってしまった。これ爆破予告なの？本当に予告があった上でなのかな？ただただカバンを置いたっていうだけの可能性も十分にあると思うんだけど、これだけだと。ここはじゃあサヌに、沼田ちゃんを送りますか？いやいや、アンダーウッド選んじゃったんで、もうアンダーウッドに行ってもらいましょう。おっと。二人で行けって言ってんだけどな。このまま今日も平穏に過ぎてくれるといいんだけどね。事件のラッシュが始まると結構ラッシュ来ますからね。武器を用いた暴行事件ですね。フリーバーグ再保険団体から武装した複数の男たちがオフィスに乗り込んできて、従業員たちに襲いかかったと通報。男の一人は銃を取り出し、今すぐ返金しないと殺すと若い従業員を脅迫。別の従業員が警察に通報し、本人たちは酔っていた立つ者、ごめんなさいね。犯人たちは酔っていて立つのもやっとの状態だと話した。泥酔してるけれど、それは問題ではない。犯人を犯すぐらい気が狂っているんだ。殺人を犯すぐらい気が狂っているんだですね。まあ、これはちょっと危ないんで、じゃあプラードに、プロプター、この2人を送りましょう。いやー、さらにベイカーも送っとくか。爆破予告の方ですね。ロビーには誰もいない。柱の付近に黒いバッグだけが置かれていると。どうしようかな。荷物を蹴る。これ危険だよね。建物から全員退避。建物の外に荷物を慎重に運ぶ。まあ、建物から全員退避でしょう。普通に考えたら。荷物の中では装置のようなものが回転する。そして音を立てながら振動し始めた。危険だな。全員が安全な場所にいることを確認する。荷物を開けて中身を破壊。今すぐ荷物から離れる。まあ、ここは全員が安全な場所にいることを確認しましょう。まずは。ラジオのニュースによると、容疑者は建物の外に集まって群衆の中にいたらしい。男は微笑みながら現場を眺め、リモコン装置らしきものを手に持っていたという。はあ、容疑者をつかむ。催涙弾を群衆の中に投げ込む。これかなりクレイジーな所業になりますね。容疑者の背後に回り、銃で脅してリモコンを奪い取る。まあ、これが一番でしょう。何？アンダーウッドが死んだか。アンダーウッド。すまない、アンダーウッド。お前の死は無駄にはしない。選択肢が間違ってたんですね。では幼稚園行きましょう。不審な男が家のフェンスにくっついて離れないと、家政婦から通報。この変態は子供たちを見つめながら30分間もフェンスにしがみついてるので逮捕したがいいわ。これはね、多分どっかの親ですね。完全に親。それより市庁舎に行って、違う違う、警察署に行って、警官を一人雇いましょう。リクルートしましょう、リクルート。
今ダメか。シフト B の方でアンダーウッドが死にましたからね。シフト B の方に入れましょうね。この先。まさかアンダーウッドが死ぬとはな。あそこはただ催涙弾を投げ込むはないでしょ、さすがに。夫が失踪したとジョディス・モローという女性から通報。サプライズで出張から早めに戻った彼女は自宅がひどく荒らされているのに気づいた。夫の姿はどこにもなく、夫の同僚も彼が5日前から出勤してないと言っている。これはね、当てたいよ、当てたいけど主任刑事がいない。残念すぎるな。これ刑事当てられないもんね。そうすると、ちょっと待ってくださいね。警察署に行って、これ今すぐ来てくれるわけじゃないからダメだよね。まあでも一応ウィーバーはシフト B に入れておきましょうか。で、これ今すぐシフト B に当てられないもんね。どうしてもこの事件手突っ込めないが、残念すぎるな。さて、どうするかな。これで事件に投入できるようになる？ちょっと確認しますか？ダメだね。今いるシフトの方からやらないといけないよね。シフト B の方。今いるシフト B の方だから。どうだ？この中だと、主任刑事を解雇できないよね。もうそもそもこの辺りの事件に関してはこんなに警官、いや刑事いらないでしょう。すでに証拠写真はほとんど集まってるもんね。なんで一旦全員主任刑事以外は解雇して、主任刑事1人専従班に当てましょう。で、報酬会の方ですね。酔っ払った従業員たちが工場の入り口付近に集まり、交代制勤務の縮小やその他の権利について抗議。パン工場の経営者側彼らの主張を無視し、不満を述べるこの従業員たちを追い払ってほしいと警察に通報してきた。まあ不法集会か。まあ限度を超えてるっていうんであればしょうがないよね。それはそれとして、主任刑事は当てられないか。しょうがないね。この事件は黙殺するしかない。となると、もうさっさとやっぱ事件を解決するしかないね。道は事件を解決、事件をためすぎてるからな。兵器の違法取引、ゲット地区、廃屋の地下が未登録の武器の闇市場となっていると、ライト夫人から通報。マシンガンはないけれど、拳銃がたくさんある。そして拳銃を若い男の子たちに売っているの。まだ子供よ。これはね、もう完全におもちゃですね。おもちゃ。無視しましょう。で、不法集会の方ですね。ちょっと状況を確認します。問題ないね。今回アンダーウッドを失っても昇進の身ですからね。では発砲事件の方に行きまーす。3人の男は小さなレストランで夕食をとっていると、外から2人の男が発砲。1人はその場で死亡、2人は倒れたテーブルの後ろに隠れて反撃。数台の車が止まると、中から武装して男たちが降りてきて銃撃戦に加わった。一般市民が周辺にたくさんいて、多くの負傷者が出ている、急いでと通報があったと。なるほど、市街地で銃撃戦か。
これはじゃあそれなりに警官を出しましょう。シフト B にアンダーウッドが死んだんで入れてあげないといけないからね。何？月島地区の兵器の違法取引は本物か。ちょっと子供相手におもちゃを売ってるのかと思っちゃいましたけどね。銃撃戦に巻き込まれた多くの人々が死亡、また重傷を負った。通りにいる2人の男はまだレストランに向かって発砲を続けている。通りにいる男たちに降伏するよう命令する。レストランを襲撃する。通りにいる男たちに発砲する。まあこれだろう。エブリディショッピングセンターでの強盗事件。スーパーのレジ係、フードをかぶった若い男、黒人の男が年配女性に買い物袋を奪って逃走したのを目撃したと。なるほどね。さあ、もう事件はいらないけど、そうはいかないかな。殺人未遂、バイクとトラックが交差点で、衝突。バイクに乗っていた人物の知り合いが集まってきて、トラックのドライバーを引きずり下ろした。リンチが始まりそうだ。まあ、ちょっと事件の状況がね、わかんないですけどね。バイクが悪かったのか、トラックが悪かったのか。強盗の方は、誤報か。年配女性とその男性は顔見知りだったことが分かった。男性は年配女性の近所に住む医学生で、女性が重い買い物袋を車に積むのを手助けしていただけだったと。なるほどね。普通にいいやつだったんですね。いや、この行方不明の事件にね、刑事を送れないっていうのは本当に自分の、もったいないとこですね。送らなかったんじゃない、送れなかったんだよ。はい、というわけで94日目プレイをしました。いかがでしたでしょうか。次回はこの続き、95日目をプレイしていきたいと思います。Who's there? Show yourself or I'll start popping off. Mr. Boyd, it's me, Mr. Fry. I don't know any Mr. Fry, and if I did, I wouldn't want him coming around in the middle of the night. Mr. Boyd, I'm a private detective. I was looking for your wife, Laura. Right. My wife, Laura. I'm looking for my wife, Laura. Laura Markham Boyd. Right. You want to throw on a robe, Mr. Boyd? I'm not cold. So, Laura, what have you learned? I know where she lives, who she's with. I know what her plans are. To tell the truth, I learned even more than I expected, but I can't tell you anything. I'll keep a hold of this thing just in case. So, what were you saying? I said I can't share this information with you, Mr. Boyd. You see, Laura, well, let's say your beloved Laura is with a very wealthy man. I consider myself a good investigator, but he figured out pretty quick that I was onto him. We talked, all three of us, me, him, Laura, and, well, we agreed that I'd stop bothering them, and in return, I'm getting a very good position in the company he owns, Mr.
Oh, I almost gave the name away. You do realize I could shoot you right here. Well, that would hardly be fair, Mr. Boyd. I might not have come here, you know. But I decided to come clean with you, look you in the eye. I don't want you blaming Emma. She really wanted to help you. Plus, Mr. Boyd, I like you. You're a good chief of police, and I feel bad for you. So I talked to Laura, and she'll call you when she's ready. You just need to wait a little longer. And, well, I'm not taking a penny from you for my services. Get out. Leave the beer. But I already drank half of it. Don't worry, I'm not squeamish. Hey, Fry, take off your shoes. I'm sorry? Take off your shoes. Leave them at the door and get out. But why? Because when I asked you to leave the beer, it seemed like you didn't really mind. And I want you to mind. And the socks. Fine. Good night. はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。